バシカメラで、販売員の方が感染して、ヨドバシカメラの横浜店が臨時休業するそうです。臨時休業というかもう1週間2週間なのか分かんないですけど、休業するそうで、休業する必要ないですね。なぜかっていうと、俺がヨドバシカメラに行きたいからです。行けなくなるからです。臨時休業したら。ぶっちゃけ、そんな、感染してても、そんなに接触しないし、店員さんと。そんなずっとこう密接に店員さんといるわけじゃないし、この誰か一人がね、感染したからもう全部休止、休業するっていうのはアホちゃうって俺は思いますね。それに、正直、感染が発覚してないだけで、もうそこら中多分感染だらけですよ。だけど、発覚してないから営業してるっていうだけですよ。僕はそう思います。で、つまり、これ感染したら損するっていうのはあんま良くないですよね。感染して報告したら損する。もう、私のせいで、自分のせいで、お店全体が休みを取らなきゃいけなくなる。こんな重荷を背負うするって、アホちゃう。